はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は渡辺六段対八代七段の第74回 NHK 杯テレビ将棋トーナメントの棋譜解説をさせていただきます。先手が渡辺六段、後手が八代七段で相掛かりの進行となっていきました。そして渡辺六段は17手目5八玉と中住まいに構えていきます。もう7六飛車と取る手もないことはないんですが、少し危ないので実戦は4二玉と上がっていきました。そして2四歩同歩同飛車2三歩に2六飛車と進行します。ここで八代七段は3四歩と突きました。3四歩に放っておくと8八飛車成から4四角打ちのような筋も見えてきます。実戦は渡辺九段8七歩と打ちまして、八代七段は8二飛車と再下段まで引きました。そして3六歩に8三銀と上がっていきます。3七銀に対して7四銀と斜めに銀を活用していきました。次放っておくと8五銀が厳しいので、渡辺六段は3五歩と飛車の横利きを通していきます。これ8五銀なら7七桂と跳ねて追い返そうという狙いです。実戦は同歩と取った手に対して7七桂と跳ねていきました。でここで八代七段はふわっと5五角という面白い手を指していきました。4六銀に6四角とダイナミックに角を転換していきます。渡辺六段はここですぐに6六歩から6五歩と角を狙う手も非常に有力でしたが、3八銀とじっと貯めていきました。八代七段は2二銀と上がっていきます。ここで渡辺六段は3四歩と3三銀を上がらせない作戦を採用しました。3四歩に対して八代七段は9五歩と逆側に目を向けていきました。で同歩に9六歩と垂らしていきます。で同香と取ると9七歩と垂らす手が非常に厳しいので、実戦は手抜きで3七桂と跳ねていきます。そして八代七段9五香車と走って次の9七歩成を狙いますが、9八歩と受けていきました。そして5二金と上がる手に2五飛車と一つ飛車を浮いて、渡辺六段が3五飛車から9五飛車という香車取りを狙っていきます。八代七段は9二飛車と香取りを受けていきました。未然に防いでいきます。そして3五飛車と渡辺六段がさばきまして、このあたり先手が好調に見えますが、3三歩と合わせて八代七段も十分やれそうな形になっています。ちなみに3三歩のところ9七歩成と踏み込む手に対しましては、同歩同香成同香同角成の時に9五香車という強烈な切り返しがありまして、飛車取りを受けると9七角と馬が取られてしまいますし、8八馬には同銀ではなく9二香成と香車、飛車を取りまして、8八の馬取りが残りつつ、8一の桂取りですとか7一飛車と打ち込む手が残って、はっきり先手優勢となりますので、ここで50手目で9七歩成は成立しないという状況になってました。なので八代七段は3三歩と合わせていきます。で実戦は渡辺六段ここで7五歩と突いていきました。で同角なら6五桂のようにさばいていくという狙い筋もありましたが、八代七段は3四歩と取っていきます。そして同飛車に7五角と取っていきました。ここで渡辺六段は3六飛車とじっと飛車を引いていきます。八代七段は3四歩と打っていきました。これも大駒は近づけて受けようという手筋で、同飛車ですと3三銀と先手で壁銀を解消したり、あるいは4四歩とついて駒組みを充実させるような構想がありました。ということで渡辺六段は3四歩に取らずに5五銀と出ていきます。飛車の横利きをスーッと通していきました。でここで実は八代七段にチャンスが訪れていたようです。実戦はここ3三銀と八代七段上がっていって互角の展開が続いていくんですが、3三銀のところで9七歩成がシンプルに成立しておりました。一例として同歩に対して単に同香成は7六歩という返し技があるんですが、9八歩と打ちまして同香に9七香成とすれば、同香と取るしかなく、同角成としてこの端攻めは成立していました。先ほどと違って9五香車の返し技がありません。これは後手が有利な展開となっていました。
次戦は3三銀に7六歩が間に合いまして、再び互角の展開となっていきます。8四角に8六歩と渡辺六段が柔らかく突いていきました。そして8二飛車に対して8七金と上がっていくのが、いかにも現代将棋といった形で、非常に力強い構想で、ここで再び渡辺六段が若干ペースをつかむという展開になりました。八代七段は9七桂と跳ねて8五歩を防いでいきます。渡辺六段は7八銀と形を整えていきました。八代七段も8一飛車と負けじと形を整えていきました。で、実戦はここで渡辺六段が4八金と寄っていきます。で、ここでは7五歩とついて、同銀なら8五歩、同角には7六金というさばき方も非常に有力だったようです。実戦は4八金と玉頭を固めた手に対しまして4四歩とついていきました。で、4四歩に対して2六飛車と渡辺六段渋く飛車のポジションを調整します。八代七段は4三金右と上がって矢倉の形を作っていきました。このあたりさすがプロ同士という非常に緊迫感のある手渡し合戦が続いております。で、実戦はここで渡辺六段が9七歩という手を指しまして一気に局面を動かしていきました。まあ、結果的に少し危ない手だったようですが、非常に積極的な一着でした。9七歩では6六銀と引いて、銀の形を整えておく手も非常に有力でした。実戦は9七歩に同歩なり同香同香なり同角と進行して、ここで9六歩と八代七段が打っていきます。これ同金と取ると9五歩で金の行き場所がなくなってしまうので7九角と引いていきました。そして5四歩と突きまして6六に引くか4六に引くか難しいところですが、渡辺六段は4六に引きます。八代七段はここで9四香と打っていきました。放っておくと先手から9四歩と桂取りに打つ手があるので、それを未然に防ぎつつ9七歩成を狙います。で、9八歩と受けさせて3一玉と引いていきます。で、ここで渡辺六段は6八角と上がっていきました。非常に味のいい活用でございます。八代七段は6四歩と突いていきまして、以下2九飛車と渡辺六段が引いたのが後手順で、ここでやっぱり渡辺六段が若干作戦勝ちの局面となっております。八代七段は6五歩と急所に歩を伸ばしていきますが、2七香の2段ロケットが痛烈な一撃でした。放っておくと次2三香成がありますので、八代七段は2二銀と壁の形で受けていきますが、これだとちょっといかにも後手が苦しい状況となっております。ここで渡辺六段は8五歩と突いていきました。これで桂交換がほぼ確定となっております。ちなみに8五歩のところでは5六歩から5七角とぶつける手も有力でした。角が入ると先手には7二角という狙い筋があります。次戦は8五歩に同桂同桂同銀と進行して、そこで8六金と強くぶつけていきます。8六金で一見先手が同銀なら同角が王手になって絶好調に見えますが、ここで八代七段の9三角と引いたのが素晴らしい受けの攻守で、一気に形勢が再び互角に戻っていきました。結果的に8六銀のところ、3六桂と貯めて、次の2四歩同歩同桂とか、1五歩同歩、2四歩同歩同桂からの1二歩を狙うなど、そういう手が有力だったようです。実戦は8六金に9三角が素晴らしい攻守で、一気に形勢が互角に戻りました。で、ここでも8五金同飛車8六歩であればほぼ互角だったようですが、渡辺六段は8四歩と打っていきます。8四歩は決まれば決め手になりそうなんですが、もし決まらなかった場合はかなり危ない手となっております。先手が歩切れになりますので、乗るか反るかの攻めとなりました。以下同飛車に7五金とぐいっと金を上がりまして、八代七段は8二飛車と引いていきます。もし先手に歩があれば8四歩と垂らしていけそうなんですが、あいにく歩がないので8四桂と渡辺六段が代わりに打っていきます。ただこの手に対して7四銀と引いたのが八代七段の再び受けの攻守で、
かなり後手が優勢な局面になっていきました。結果的に8に飛車のところ、それでも3六桂と置いておくような手が有力だったようです。実戦は8四桂7四銀同金同歩と進みまして、8四の桂取りが極めて受けづらい状況となってしまいました。渡辺六段は7三銀と非常手段でなんとか8四の桂取りを受けていこうとしますが、8三飛車と冷静にかわされて後続の手段に苦しむ展開となります。以下8六角と王手をかけて4二金引きに6四角と7三の銀に紐をつけていきますが、ここで八代七段が見切りをつけて3六桂と強烈な反撃に転じていきました。これがまた素晴らしい一着で、3六桂に3八金と逃げた場合は序盤で伸ばした6五歩が生きて6六歩という手があります。仮に同歩と取ると、6三歩と打って角が逃げれば7三の銀が取れますということですね。これは先手がまずい展開となります。なので実戦は3六桂に構わず渡辺六段8九飛車と8四の桂馬にさらに援軍を送り、ほっとけば次7二銀不成を狙っていきますが、4八桂成と金を入手して同玉に6八金と打ち込んでいきました。6八金に対しまして7七銀とかわしていきますが、そこで王様とは逆方向に7八金が好手です。7八金に対して8七飛車と逃げますと7七金同飛車に8四角とボロボロ取りまして、同銀成は同飛車と取って飛車成が受けづらく先手が敗勢になるという手順がありました。なので渡辺六段は7二銀不成と活用していきますが、ここで八代七段が強く8四飛車と桂を取ったのが決め手となりました。桂が入れば3六桂があるのでちょっと先手陣が持たない格好になります。以下同飛車に一発3六桂を利かせて3八玉に8四角と取っていきました。渡辺六段も8一飛車という非常に怖い王手で迫っていきますが、5一金と冷静に受けられてちょっと届かない形になっています。5一金に8四飛車成と角を取ると2八飛車と打ちまして、3九玉4八飛車成2九玉2八竜という手順で先手玉詰まされていました。なので渡辺六段はここで4五桂と跳ねていきます。これも敗勢とはいえさすがの一着ですね。飛車打たれた時に3七玉のルートを用意した一石二鳥の攻防手となっております。ただこの場合は同歩が銀取りとなりまして、以下8四飛車成に4六歩と味よく取られてほぼ勝負ありとなりました。4六歩次4八飛車から4七飛車成が厳しいので同歩と取りますが、3五桂と退路封鎖で打たれてほぼ勝負ありというところですね。3五桂でほっとくと次4八飛車などの寄せがあるので3七玉と上部に活路を求めていきますが、3三桂と跳ねたのが2一の王様の逃げ道を作りながら3七の王様にアタックをかけていくという非常に厳しい手となりました。以下3九桂と4七飛車を防いでいきますが、4八銀と打ちまして2六玉に2七桂成と取ります。同玉は3七飛車で寄り筋なので同桂と取りますが、2五香車で詰み筋に入りました。3六玉は3七飛車の一手詰めですので1七玉とかわしますが、2七香成同玉に3五桂と打ったところで、ここで渡辺六段が潔く投了、140手で八代七段の勝利となりました。八代七段終盤は見事な切れ味でした。取る以下3六玉は3七飛車と打ちまして2六玉2七飛車成で詰み、3五桂に3八玉は2八飛車で一手詰めという形になっております。八代七段が難敵渡辺六段を下しまして見事2回戦進出という形になりました。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。